ハイサイグスーヨー中華涙、沖縄那覇三線体験一坪スタジオからお届けしております。前ちんこと前田キラヤイビーン、イエイ。さあ、今は、沖縄はですね、ウリズンの季節、そしてこのウリズンの季節がですね終わると、一月ぐらいですかね、まあ、ちょっと一月ちょっとぐらいですかね、こう梅雨が来るんですよ。その時に今のようなこの早引きのですね、この冷やみかち節とかのこのハイコードを使う、ハイポジションを使う場所にですね、指がなかなかこう滑ってくれない、そういった悩みがこれまであったんです。そういうところがまたこのですね、また引っかかりとかですね、この滑りが悪くてなかなか三振も引きづらい、そういったことを解消することができそうでございます。これまで私はこのパウダーをですねつけたりですね、するとパウダーつけるとこの滑りいいんですけども汚くなるんですね、竿がね。そしてまた、最終的にはですね、このゴルフの手袋をこう先っちょをハサミで切ってですね、こう引いてるぐらいで、それもまた、なんていうんですか、なかなかいいんですけども、めんどくさいできたらこうこれで滑りがいくったらいいなという気持ちでですね、したら友達がコーティングがあるよということで、紹介してくれて、その、技術でですね、本当に今滑りが、結構いい状態があります。今ちょっとテストをしておりますので、これから、またそういった悩みがある方ですね、もしよかったらメールをください。うまく、そういったテストがうまくいったらまた紹介してみたいと思います。また野菜。